僕のシュート止められるもんなら止めてみな。コートに出たら下級生も上級生も関係ない、レギュラーを目指してガンガン行くぞ。どんなに苦しくたって諦めるもんか、絶対勝つんだ。甘く見ない方がいいよ。入部したての頃は舐められてたけど、試合で顔面ブロックしてから周りの評価が変わったかな。今度の試合には豊作村のリンゴで蜂蜜漬けを作っていこうっと。絶対にレモンより美味しいから。きつい練習が終わっても僕たち1年生は後片付けをしなくちゃ帰れない。ああ、先輩たちが羨ましい。いつかマジフトをやってみたいって憧れてたんだ。チームのみんなで勝利をつかみ取るのって熱いよね。シュート練習したいけど、毎回ディスクを取りに行くのは大変。誰か手伝ってくれないかな。レオナさんのアドバイスはいつも的確なんだ。もっと練習に参加していろいろ見てくれるといいんだけど。ラギーさんのパスは味方もびっくりするタイミングで飛んでくる。練習中何度もディスクにぶつかったよ。飛行中は風や砂ぼこりから目を守るためにゴーグルをつけるんだ。なんだか気合が入るしかっこいいよね。実家にいた頃はほうきに乗ってリンゴを収穫してたよ。枝の間を飛んでいた経験がマジフトで役立ってるのかも。え、日焼けしてる？屋外練習中は注意しなさいってビルさんに言われてるのに。どんな反則をされても冷静でいられるように訓練しないと。試しに僕の悪口を言ってみてくれない？心しておけ。足一つっすよ。僕にいい考えがあります、ラギーさん。期待してるよ、エペル君。氷のように冷たく。うぜえ。黙れよ。痛っ。